はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。吉澤ひとみ被告が保釈保証金を払って出てきたということですね。今か今かと裏口から出てくるのを待っていた、報道各社はいましたけど、まあすごいね、本当あの執念っていうか、あれでさ、まあ一応警察の方では裏口でから出ますよと、で大体ここの位置ぐらいに待機してくださいねっていう感じで、あると思うんですけど、あれでさ、別のところからこう、なんていうの、出てきたらどう思うのかなと思ってさ、やっぱね、見せしめじゃないけども、その憔悴しきった顔というのかな、そういうのを見せたいわけなのかな。ねえ、まあこれから本当にどうするのかなっていうのがちょっと感想ですね。多分これからいろんな、情報番組だったり報道番組でやると思うんですけど、まあ私としてはどう、旦那さんがどう思うかですよね。まあ一応ね、出てきた時に小さくね、本当にご迷惑をおかけしました、まあね、被害に遭われた方々にのか、怪我とかね、まあその他もろもろやっていきたいと思いますって言っていたそうですけど、だけどほとんどカメラのシャッター音とかね、どこかでほぼほぼ話が聞こえなかったらしい。私がちょっと見てみたら、ほとんど聞こえなかったし、もう顔が硬かったっすよね。脳面のようになってた。それで話は戻すけども、旦那さんね、どう思うかだよね。まあこれもね、別れる別れないでまた、賛否両論というか、まあ意見が分かれると思うんですよ。これは今から言うことはあくまでも私の意見なので、まあ絶対そうなる、そうしろっていうことではないんですが、まずこれですよね。汚いものを見せて申し訳ないんですけど、ここら辺ね、吉澤被告と旦那さん、まあ A さんとしましょう、 A さんと別れるかどうかなんですよね。子供を考えると別れない方がいいという意見もあるし、子供を持って、犯罪じゃないですか、今回は。犯罪者の息子、娘と言わせたいかってなったらね、まあ、難しいよね。
まあ彼個人の意見としてね、これからうまくやっていきたいっていう、俺がちゃんと見るから支えるからって、思って別れないでいるとしても、子供がその事実を分かるようになったらさ、これは何年か後、5年後か10年後かに意味が分かれてくる年になったら、なんで別れてくれなかったって言われそうだし、話がちょっとまとまっていませんけど、本当に別れないでね、彼女を支えるとすると、彼自身の、彼のご両親、親戚、あと近しい人ですよね。その人たちが反対するんではないかなっていうのがありますね。多分別れないとしても、しばらくは別居っていう形になると思うんだよね。そうなると母親のいない生活が出てくるわけで、やっぱり子供も、なんでお母ちゃんがいないんだと、お母さんはどこ行ったんだと言って質問してくるだろうし、もう何年も何回もそのごまかしごまかしでね、どこ行ったんだろうねって言いないし、別れたとすると、これからの先ね、ほぼほぼその10代のうちから芸能界という世界にいたわけですから、他の一般的な職業についていけるかどうかなんですよね。最初のね、とっかかりとして、スーパーだとか、コンビニとかのバイトから始めると思うんですが、またそこでね、吉沢さんと分かったら、またそこで、いじめじゃないけども、芸能界の時の、いじめとはまた違ったね、いじめっていうか、そういうのもあるだろうし、評判がガタ落ちになってしまうかもしれないし、そこのコンビニだったりスーパーがね。で、結局辞めざるを得なかったりとかするんで、で、結局また何年か後に芸能界に復帰するっていう可能性もね、考えなくもないし、難しいですよね、これもね。別れるのも大変だし、皆さんはどう思いますか？これは旦那さんは別れた方がいいのか、このまま結婚生活を続けるのか。ちょっと難しい 余計なお世話といえば、余計なお世話なんですけど、私としては別れた方がいいのかな。子供
のことを考えちゃうとね、酒気帯びとかひき逃げとかってもう何重にもまあね罪を犯しているわけですから、まあ難しいところですね。皆さんどう思いますでしょうか。もしよかったらコメント欄の方でよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。